韓国での障害者教育改善を求める一人でも、不当解雇撤回を求める、聖画台前での一人でもと先生の名で知られる、金広坂氏が、自身の番組が、外圧により打ち切りになったと訴える一人。でも一人でもは一人で行うデモ活動で、特に、集会及び寺院に関する法律により、複数の人が、公共の場所で行うデモに届け出を必要とする。 大韓民国で頻繁に行われる自議行為形態。大使館前といった法的にデモが禁止されているような地域でも黙認される可能性が高い。2008年韓国ろうそくでも反対。島根県、竹島の非条例反対、強制退去反対などや、北朝鮮への対応政策見直し、受信料値上げ、必要以上のクレーム書き込みの中止、枯れ葉在庫為症の保障、 敬愛する、金正日将軍の元への帰還、入国許可などの要求、後宇宙教授への指示、朝鮮学校への高校無償化適用要求、保険金を要求し、ビルからぶら下がるなど、様々な一人でもが、韓国メディアでしばしば取り上げられる。ロブ現大統領も在任中、退任後に一人でもを行う可能性を述べたことがある。 金英沈め韓国民主党国会議員は日本国会事堂前で一人でも行い、日本は反省しると書かれたプラカードで有名になった。スクリーンクオータ制縮小反対、デジタル著作権管理技術未装備携帯電話への反対、韓国政府の宗教変更反対など著名人によりリレーで行われることもある。このうち、 146日から73日へのスクリーンクォーター静粛賞に反対して行われた。映画人一人でもは2006年2月から7月にかけて146日間にわたって行われた。2008年、ウルサン地方法院は、州示せ法は多数の人が共通の目的を掲げ、公共の場所で不特定多数の人々の意見に影響を与えようとする。 G 行為を行う場合届出を必要とするが、一個人がサムスン SDI の門前で雇用保障などの要求を書いたプラカードを持って立つような一人でもは届け出の対象にはならない、との判決を言い渡した。一方、立ち抜き住民がソウル特別市長の交換前で毎朝、立ち抜きに対する追加保障を求めていったリレー一人でもに対し、 市長が交換から100メートル以内での禁止を求めた裁判で2008年、ソウル中央地裁は住民に市長交換への接近禁止を命じた。2015年にソウル、江南区庁の市民用駐車場でメルセデス・ベンツ、BMW に抗議して行われたオーナーによるデモに対して江南区庁の通報で駆けつけた警察官はデモを制止する法的根拠を見つけることができず、 何もできないまま引き上げることとなった。日本では、1965年から8年間、アメリカはベトナムから手を、引けと書いた実験をつけて通勤した、金子徳義、窒素水俣病患者連盟の委員長、川本照夫、公民党事件の際に、金丸臣を非難するプラカードを掲げて、国会議事堂前で一人、座り込みを続けた、青島幸夫、新宿駅。 西口地下広場で、個々人が思い思いにプラカードを携えて立つ、スタンディングの例がある。ありがとうございます。